佐賀市の皆さん、こんにちは。サガン鳥栖佐賀市地域担当選手の中野義弘です。皆さん、マイナンバーカードはもう持っていますか？マイナンバーカードがあればいろいろと便利なことがあります。例えばコンビニ交付サービス、佐賀市の方ならコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で住民票や印鑑登録書などが市役所の窓口より50円安く取れます。その他にもマイナンバーカードは行政手続きのオンライン申請や健康保険証としての利用、 e-tax などの電子申請、新型コロナワクチン接種証明の取得などに広く利用されています。そして今年1月からはマイナポイントの第2弾がスタートしました。オンライン決済を利用されている人には最大で2万円相当のポイントがもらえます。佐賀市の皆さん、マイナンバーカードの申請はお早めにお願いします。そろそろあなたもマイナンバーカード